そうだ、キリュウ。お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき、錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした？一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛てに電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ。それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そうだ、再生してくれ。ちょっと出てくれ。いってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀市の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レーナ。あ、兄貴。シンジか。お前どうした？レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ？よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ。すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。